アルベルト・コスタカサルスは、スペイン・カタルーニャ州、リエイダ出身の男子プロテニス選手。2002年全仏オープン男子シ,シングルス優勝者である。シングルス自己最高ランキングは6位。身長180センチメートル、体重78キログラム。右利き、バックハンドストロークは、片手打ち。ATP ツアーで2002年全仏オープンを含む、シングルス12勝。 ダブルス一勝を挙げた。1993年にプロ入り。1995年全仏オープン4回戦で、コスタは過去に2度優勝経験のあるジムクーリエを破り、トーマス・ムスターとの準々決勝まで進出した。この年に ATP ツアー初優勝を挙げたが、その決勝戦でムスターを破り、彼が1990年5月から続けていた。 クレーコートのトーナメント決勝戦における連続記録を24連勝で止めた。1997年に初の世界ランキングトップ10入り。2000年シドニー五輪でコスタはアレックスコレチャとの男子ダブルスで銅メダルを獲得した。シングルスでは1回戦でジンバブエ代表のケビンウリエットに敗れたがコレチャとのダブルスでベスト4に勝ち進む。ダブルス準決勝では オーストラリアのウッディーズに3の6、6から7で敗れたが3位決定戦で、南アフリカ代表のデイビッド・アダムズ、ジョン・ラフ・ニーで、ヤーガー組に2から6、6から4、6から3で勝ち、スペイン代表選手として、テニス男子ダブルスの銅メダルをもたらした。2002年全仏オープン決勝戦で、コスタは、フアンカルロス・フェレーロとのスペイン対決を6の1、6から0、4から6、 6から3で制し、4大大会初優勝を飾った。コスタにとって、シングルス12勝目となり、最後の優勝になった。大会前年優勝者として望んだ2003年、全仏オープンでは、1回戦から長い試合の連続だった。1回戦、2回戦、3回戦と準々決勝の4試合が、最終第5セットまでもつれる過酷な戦いになる。 前年度の決勝で破ったフアンカルロスフェレイロに準決勝で破れ大会連覇はならなかったがそれまでの6試合で21時間15分コート上でプレーした2004年は低迷に悩みながらも5月第1週に ATP マスターズシリーズの一つであるローママスターズの2回戦でロジャー・フェデラーを破ったこの年にフェデラーを破った選手は年間を通して わずか6人しかいなかったが、コスタは、その一人に数えられる。2005年に、コスタは、全豪オープン、全仏オープン、全米オープンで、すべて初戦敗退に終わり、全米オープン1回戦で、レートンヒューイットに敗れた試合が彼の最後の4、大大会になった。2006年4月、コスタは、地元バルセロナオープンの3回戦で、4年前の、 全仏決勝を戦ったフアンカルロス・フェレーロに敗れた試合を最後に現役を引退した。コスタは2009年から2011年までデビスカップスペイン代表の監督を務め2009年と2011年に優勝に導いている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退。 Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。